村城さんよろしくお願いします。カブさん、おはようございます。住吉さんのフリー、よかったです。四回転トーループもですが、やっと乗り越えてくれました。何より彼女の諦めないですが姿勢を見て、いつも応援していました。自分さえ持てば、自信さえ持てば、全日本の予想手も見えてきますね。いや、本当ですね。今回、やっと、あ、でも、今年はね、四回転トーループを含めて、 他のジャンプが綺麗に決まったりすることが、ね、多くなった気がしますね。うん。あの、これを全日本でやってほしいなと。まあ、多分全日本選手権の時は、本当に頭ちょっとおかしくなるくらい緊張しますね、僕はあの。本当に。うん。でも本当に良かった、今回。うん。宮様、アダムシャ・シャオがシャリになっていた早くて、眠くて早落ちが、 えー、さらに、えー、達人並みに打ったから、よろしくお願いします。あ、もう、全然大丈夫ですよ。あの、雰囲気で読むので、うん。195t さん、よろしくお願いします。おはようございます。地区の清掃終わって帰ってきました。眠いです。昨夜、女子ショートあ、あ、フリーを見ながら、合間に見てなかったショートも見ました。うん。そうですね。その状態で。ちばんのまねちゃん、ショートもフリーも、いまいち調子良くなさそうでしたね。なんか悩、ね、みを抱えてそうにも見えて、うん。 浜村先生と会わないとかもあるのかなとか勘ぐっちゃいました。そこなんですよね。お帰りなさいの樋口若葉ちゃん。ショート最後に抜けちゃって、でもフリースケーティングもどちらも彼女らしい演技が見れてよかったです。以前から、えー、どこどこかしらでミスが出ちゃう印象があるけれど、やっぱり彼女にしかできない表現が素晴らしく好きです。えー、心,に心に刺さります。うん 住吉リボンちゃん、ショートいきなりの転倒カーでびっくりしちゃったけど、彼女の演技好きだわ。うん。そしてフリースケーティング素晴らしかった。四回転トーループ決めましたね。点数ちょっと物足りなそうでしたが、結果、どう彼女の演技表現は華やかで素敵です。ピンザロちゃん素晴らしかった。なんか貫禄ありました。逆転の銀でしたね。伸び盛り 今後楽しみな選手ですね。上位、ショート上位の3人はフリースケーティングで、ちょっと制裁を変えた演技になっ,てしなっちゃいましたね。グバノワちゃんはミスはあったけど、まとめたように見えて、あそこまで落ちるとは思わなかったです。イヘインちゃんもミスは出ちゃって、逆転を許しちゃいました。 レビットちゃん、出だしは素晴らしく、えー、ぶっち、ぶっちぎるかなと思ってたら、うん。後半は少し崩れましたが、貯金回って逃げ切りの金でした。レビットさん、本当ですね、最初はね、今季一番良くて、びっくりでしたね。あの、これはもう3、三つ、四つのジャンプ終わった瞬間、あ、これはもう確実に金だなと思ったんですが、あの、ルッツ、えっと、トリプルルッツ、シングルウェイト、トリプルサルコーで、テッピングアウトが始まって、 あのフリップでのミスもありましたよね。あとスピンでのミスもあったんで、うん、ちょっと後半油断をしちゃった感じがありましたね。うん。で、ピンザローネは本当に伸び盛りだなって思います。伸び盛りですね、ピンザローネ。うん。 よろしくお願いします。確かに今回はレベルが高すぎました。これはえっと、男子の話ですね。男子ですね。そう。男子レベル高かったですね。あの、この大会は特にレベルが高くて。で、女,女子もね。女子もねあ。男子も女子も。うん。女子のレベルも高い気がしましたね。うん。はい。えー、マンタマンクレヨンさんよろしくお願いします。プロトコル見て、正直安心しました。えー、狩山優選手、普通にジャンプ構成元に戻ったら、 優勝を狙いになって、ここに4回転フリップも入れてくるんだろうから、今から楽しみです。えー、ただ、4回転とシングルオイラートリプルサルコーは後半に入れたいところですね。今回の演技やジャンプの加点を見て、アダム選手、イリア選手、勝てると思いました。もちろん、今シーズンは厳しいですが。うーん。そうですね。あのー、そうですね。でも、カリナマさん、今回の構成でも270点超えてましたんで、やっぱ結構、 質の良さは評価されてますよね。うん、今回の結果を踏まえて、次の大会でどのようなジャンプコースにするのかっていうところがちょっと注目ですね。ショートで4回転入れたりとか。えー、住吉さん、えー、選手、伸びしろたっぷりですね。PCS も伸びてるし、TES もまだまだ伸ばせますね。 トリプルアクセルはありませんが、4回転トール,ループ1本強してびっくりです。うん。住吉選手も今年は調子がいいですね。あの、いつも調子いい気はするんですけど、あの、だんだん精神的に強くなってきてるのかなえー、そしてもう一度です。男子フリーしっかり見ましたよ。おかげで眠いが、すごい試合でしたね。えー、片安岳ルアミン君、えー、島田幸四郎君は、今回は狂わない結果になりましたが、まだまだこれからです。 えどちらも見せる力はあるんで頑張ってほしい。ゴーレフ君、フリースケーティングはミスがちゃって7位でしたが、後半のトリプルフリップ、トリプルアクセス素晴らしかった。うん。彼もずっと応援をしたい選手の一人です、えー。パーフェクト演技みたい。スイスのブッチギリ君、頑張りましたね。フリーは鍵山君より点数良かったですね。うん。あのー、自己ベスト更新みたいです。ほんとブリ,ブリッチギリはブッチギリって感じでしたねなんかね。 えー、鍵山優真くん、出らし美しいジャンプから始まっていけるぞと思ってたら、トリプルアクセルが抜けちゃって、トリプルルッツをステップアウト、痛い。でも、えー、演技はやっぱり素晴らしい。PCS はマリニンくんの上を行きました。ちょっとヒヤヒヤしましたが、ショートの貯金もあって、イリア・マリニンくんは4回転アクセルはやらなかったけど、えー、今回もお,、えー、お化けでした。すごすぎて口アングリです。 そういけど、彼にしては若干のミスもあってか、一歩及ばず銀。アダムくん意識しちゃったか。うん。アダム・サオ・イムハくん、びっくりんこ。アセンナー演技で、マリニンくんの上を行くお化けでした。演技中ではなかったけど、バックフリップも演技後にやり上がりましたね。それでもマリニンくんが優勝かなと思ったんだけど、勝ちましたね。うん。いやいや、恐ろしいやな戦いでした。他とレベチしすぎて怖いわ。レベチすぎましたね。 あの、今回はマリニンくん抜かされましたね、シャ,シャオくんに。PCS ですね、やっぱね。あの、アダム・シャオくん、今回、えー、PCS90 点これ超えて、カニラマくんよりも高い点出てるんですよね。うん。これはね、でもマリニンも今回はよ後半の方ちょっとミスが出たんだけど、PCS も86点と上げてきてますからね。これは世界選手権がやばそうだ。 そして、マルニンは今シーズンはジャンプの難易度を避けて完成度を上げる戦略ですが、今回の試合で報酬を変えるかどうか、どうしますかね。ね4回転アクセルを入れるかどうかですよね。うん。PCS も上げてきたし、自民姉さん、どうもです。今ど銅メダル久しぶり。うん。羽生の2ツ,ツートップ前立胞以来ですか。ハイレベルの中、頑張った。うん。 そうです、ね、ユーマまちの動画久しぶりですね。あの、うん。ゆまちはケアケアの、ケアからの復帰で。うん。はい。そして、かぶさんには申し訳ないですが、デビット選手は海外で議論になっているのを見ました。ひぐ選手に比べて、トリプルルッツトリプルトウが過い評価されていることは一つ。もう一つは、PCS の高さについて指摘されていて、今回の演技、ひぐ選手が逆に同情を抑えた感じ、あ、そうなんですね。 なるほど今回、レビトさんの PCS って65点でしたよね。うん。今回のフランス大会って、全体的にどうでしたかね、あの、点数の出方。うん。レビトさんのトリプルルッツ、トリプルトーンは確かにね、ルッツが沈み込んじゃうね。うん。だから、まあ、ちょっとこう、沈み込むところが、なんであんな評価されてるのかなっていう感じでしょうかね。うん。 えー、竹森猫さんどうもです。アダム、ノーミスでそこがあったんですね。翔馬くんのパーソナルベストに5.7点差。多分まで迫ってきました。翔馬くんの表現がジャッジにどれだけ伝わるか気になりますね。うん。えっと、パーソナルベストに5.7点差。なんですね。うん。これ、これって、いつでしたっけあの、うのくんの PB って。もうツの中国杯これやばいっすよ。ほんと。 次の中国会で宇野選手がどういう演技するかによって、ちょっとずつ世界の状況が、あの、ちょっとずつというか、かなりわかりやすくなるというかね。うん。えー、天村様どもです。表現と技術を兼ね備えたアダムが勝った。えー、高難度ジャンプを習得するため、弱るけど復活すれば安定しますね。それがアダム社王。えー、昭和君はファイナルまでし試しながらやっていくのかな自分軸でファイト。うん。えー、 だっけ揺れたり震えたりして線で丁寧丁寧丁寧に描くよ。by 新宝島。表現は人間味があってこそということですね。うん。宇野くんは自分軸でファイトですね。確かに。宇野さん、多分でも今回の試合とかを見てどう思ってるかも気になりますね。うん。はい、こんにちは、ミラです。どうもです。昨日、またまた東日本。 えー、大会男子フリー見てきました。シュん君ぶっちぎりで優勝284.87点。シュく君点数上,が上げてきましたね。東日本大会などはこう言ったら失礼かもですが、マイナーな大会なんでフリーの最初の方のグループの選手たちは 本当にジャンプするために転倒してう、うなだれながら演技してる感じの選手も少なくなかったですうん。もしかしたら途中で演技やめたらどうしよう、かわいそうと思った選手もいました。だから、駿君、望ん、大島高速など、えー、最終グループは別格。やっとスピード感があって、ビュンビュン音のするジャンプが見れて感動でした。でも、その中でも、く君はさらにさらに、さらに、えー、別格、身体も体も細いし、すべての動,動きが軽い、オールスターオールスター、 オーールスター目でした、うんえー、ここからまた選手との遭遇をお知らせします。前半グループが終わり、製氷時の時に、製、え、氷、ー、の時に階段を下りようとしたら、今度は大島高速君と遭遇。一瞬目が合いました。やっぱり選手と目が合うなら階段ですね。ス、え、タート、自販機でホットココアを買い、ロビーを歩いていたら、えー、普通にぞむ君と遭遇。のぞむ君は私の後ろを歩いてまたまた階段上がり、 一般観覧席の方に行きました。このリンクは普通に一般人と一般人も選手も移動する通路や出入り口が同じなんで、めちゃくちゃ選手に遭遇できます。すごくないですか表彰式は表彰ではなくてロビーで行われて、一般の方たちもすぐそこで見れて、スマホでみんな写真パシャパシャ、たくさん写真を撮ってきましたよ。今回、競技も良かったし、 選手との遭遇も嬉しかったし、お得感満載の競技会でした。え、しかも、優勝料、あ、無料なんだった無料なんですね。東日本選手権って。あ、そうなんだ。え東日本選手権で無料、無料,無料え、そうなの？今知りましたね。へえー、これ知らなかった。まあ、でも、確か、確かね、昔ね、東京大会も、いや、2000円ぐらい取られた気がするんです 今ってあのそういったブロック大会で全部無料なんでしょうかねそうなんだ知らなかったうん。あでもねあの東伏見のリンクはねあの結構センスの遭遇はしますようん。あのそれこそあの本当にこう選手とお客さんがましって応援をしたりとかもあるので結構ねあの親近感がある足あ,あの近く見れるのかなっていう感じのリンクですかねあのうん あのリンクはほんとそんな感じで。うん。えー、こんにちは、宮です。今朝のテレビ番組に住吉リモンちゃん、日本選手で試合で4回転を成功した選手、4回転トーループは初めて。4回転ジャンプは安藤美紀さんの4回転サルコー以来、など21年ぶり、すごいと報道されてましたよ。うん。えー、グランプリ大会3位銅メダルだし、おめでとうございます。リオンちゃんは今までの頑張りが生かされたと嬉しかったみたいですね。記事になっていましたよ。 また、リオンちゃんはフリーは140点以上を狙っていたらしくえ、あと少しだからまだまだ伸びしろがありますとか、うん。モチベーションが上がり、さらに次に頑張って、頑張って、今年も、今年ブレイクだわ。ブレイクしてほしいですね。覚醒してほしい。彼女はね、今回どう取ったんですが、まだできますよ。まだできる。あのね、まだまだ力全部出してない気がしますね。あのね、まだね、力余ってる気がするんで、遠慮しないでやってほしいなっていう気がしますね。うん。 え、それから、先ほど、昌磨くんのパタンパタン見たら、出だしからやはり、独特な怪しげな色気や雰囲気も良い、えー、動きも良い,いわ。ショートでも見てみたかったな。また、ボレルや G 戦場目当てで見たら、やっぱりすごいわ。えー、クロスからもう、宇野昌磨。次、中国大会楽しみすぎますよ。月の光が輝け、行くぞ、宇野昌磨の力を見せつけろ。観客やジャッジにお茶の間に、中国や外外の人たちにも、ハートに火をつければよ。 いやーもう本当ですね。あのー、待ってるよっていう感じですよね。なんか、うん。今に見てろっていう感じでしょうかね。うん。はい。マイク・マーティラさんどうもです。カブくんこんにちは。ピンザ・ドネちゃん演技中、チラッと妖艶な表情をしてましたね。ベルギー女子はルナヘンちゃんといい、え妖艶のせなのか。うん。リオンちゃんの4回転トーループ、プロトコル表を確認しましたが、クォーターついてますよ。あ、すごい。え、GOE は、 1.76になってました。良かったですね。モネちゃんの演技後、コメントがゴールデンスケートの X から上がってましたんで、役分を掲載しますね。ショータの後はとても悔しくて、たくさん泣きました。うーん。私自身もフリースケーティングのことが心配でした。エースの不安を完全に乗り越えたとは言えませんが、言えませんが、 演技が終わってほっとしました。えー、涙が溢れて、溢れ出しました。練習である程度ジャンプはできましたが、体のコンディションが痛くなくても、100%の自信が持って試合に挑めるように、えー、体の動きなど、体のコンディションが足りないと感じました。いつの間にか不安になっていきました。あんなに歩いているのに、えー、緊張して呼吸が速くなっちゃった。キミー選手の演技中、私は不安定な気分でした。 だから自分は大丈夫かなと思っていました。でも後半はいいジャンプが出てたと思います。演技前から見舞いがひど,がひどくて、コーチからやるかやんないかと聞かれて、自分でやるって決めました。えー、それから観客が楽しみにしてるんで、えー、観客に見せられる演技をするように言われました。だからあのお客さんの前で諦めたような演技をするのはアスリートとして良くないんじゃないかと思ったんです。だから綺麗なものを見せたいという意識で滑っていました。う モネちゃん、めまいと過酷瘤があったみたいです。本当かなりのプレッシャーがあったんだろうなということで、こそうだったんですね。めまいがあったんですね。うん。そうなんだ。なるほどですね。うん。あの、怪我の影響があって、それだってなんか不安があったのかなって思ったんですけど、めまいがあったんですね。うん。さらに不安になってきましたね。うん。 えー、天村様も言ったです。日本としての演技も素晴らしかったです、えー。千葉さんはジャンプはハマらないことは悔しいね。二戦目,目だったね。うん。そうですね。でも、見まえがあったということなんですよね。うん。 えー、島村嬢さんどうもです。カムさん、こんにちは。リブトさん優勝。やはり美しい。ジャンプは安定をしなくても、なんとか降りて,降りてましたね。えー、最後まで頑張ってましたが、スピンは転倒そう。これがちょっとびっくりでしたね。内容的には、今一つで優勝は次までに修正すれば、 グランプリファイナルの優勝も、ピンザローニさんも今もて最高の演技、スミさんは本当に次が楽しみ、今回の成功を次に生かして、グランプリファイナルへ行ってほしい。彼女が回転不足は、あの、利氷の角度いいんだと思います。うん。あの、イ・ヘインさんは残念でしたが、次回に、えー、期待ですね、えー。全日本はチケットは、えー、入手済み。 え、宿は取れなかったんで上、上田にしました。上田。うん。NHK 杯はパスしたんで、テレビ前で完成しました。という感じですね。なるほど。うーん。リオンちゃん角度、なるほどですね。あの、結構ね、ジャンプの回転がね、リオンちゃん足りてることが多くて、4回転通れ,ればこうクォーターなかったんで、結構リオンちゃんいい評価されますね。なので、あの、ぜひミスなく、 やってほしいなと思います。あの、でも今回もね、サルコーがダブル以外は本当に良かったんで、あの、あとはショートのダブルアクセルの点灯ですね。うん、そうそうそう。デビトさんは本当スピンがちょっとびっくりでしたね、最後ね。うん。えー、こんにちは、宮です。昨夜は、どうしても千葉モネちゃんから全部見ましたよ。どうしても最後までわかんない、目が離せない、すごい戦いでしたね。しっかり少しでもやりきり、出し切った人がメダルを、金銀堂。 男子は、最初から久しぶりに全部全員見れました。片井瀬くんは最初よかったから、やはり2本が、ラスト2本押し、次頑張って、しっかり全部見たのは初めてで、手足長いしイケメンだから、技術表現力上げたらさらに凄くなりそうですね。カブさん押しみたい、押し面みたいだから、顔見。コウシロくんはやはり足が念座、ちょっと悔しいとインタビューが上がりましたよ。早く良くして次は、あのワンピースでは綺麗にスピンも。 ジャンプ、それでも攻めていたわ。頑張った。フリーの衣装が素敵な王子さんみたいでリラウバ。うん。ショートのシング・シング・シング曲はえビヨ、ビヨンド・マオちゃんの立ちのが頭に浮かび、コウシロウ君もいつか一緒にコラボをしてほしいな。マオリンクができたら。イモチは最初からジャンプが綺麗で、これはちょっとアクセルが惜しかった。うん。4回転増やしたり、徐々に上げていきそうだから、まだまだやりそうですね。衣装フリーは、携帯からシンプルな感じでよくわからず、 えー、胸元は最近めちゃくちゃ空いた選手が増えたからか、思ったより大丈夫でしたよ。えー、エイモズ君やデニス君見たから、見た、見たからかしら。うん、誰って怖い、恐ろ、怖いわ。あ僕もね、あの、そう同じですね。あの、うん、アダム・シャオ君のショートだったりとか、あの、ね、色々胸、胸がい空いてる選手いっぱいいますけど、あの、 鍵山くんの場合は、全然、胸元相手よく、全然その気にならないというか、うん、いう感じ。アダムくんは、今季は何か自信に満ちてきてすごいわ。ジャンプも安定してるし、表現力もあるから、独特なアクロバティックな動きもあり、技術点が同じくらいなら強いですね。でも、野ショくんも表現力は負けないわよ。ちょっと過去プロは何本か見てきたら、見たら確信しました。大丈夫。何というか、昭和ーーワールドはすごく滑らか。 なんか癖になる。最近は首の動きや、えー、左右上下に、えー、斜めやらうねりややはり空気感が素敵。四回転は四本もきついらしいけど、五本はさらにやはり大変だし、えー、種類が増えたら六分間練習では足りないくらい、忙しいと前に美穂子先生は言われて、いたな。ハイリスクが入ったんだけど、ジャンプも翔馬くんもしっかりやってくれそうだわ。えー、自己満足な表現ぷりが早く見たいわ。うん。 フリーはあのカーニバルオマエスカどんだけ進化をしたか見応えありそうですね。えー、衣装も注目だわ。ショートもフリーもマリンクは4回転アクセル入れて完成させたら怖いですね。なんだかレベルが急に上がってきたから、えー、304.68でも優勝,優勝できないなんて、すごい戦いでしたね。それでも最終回ソを後から滑ったのに、えー、すごいプレッシャーだろうに頑張った。そんなんでもう夜中眠かったのが、目が覚めてあっという間に3時くらいに、 でも3、たぶん、3秒回で寝、寝る3秒回で早っ、早いですね。朝がすぐ行きましたが、見応えありで楽しかったな。来週は心臓バクバクガムですが、ではまた、3分で寝られるってすごいいいですね。あの、僕も、あの、ま、見習いたいですね。3秒回とか。ドラえもんののび太も、なんか、すごい早く寝れるんですよ、確かね。うーん。はい、というわけで、あの、 レベルの高い戦いでしたけど、宇野選手、まあ、さっきも言いましたけど、今に見てろよっていう感じがしますね、なんかね。うん。今に見てろっていうね。えー、やっちゃんちゃんさんどうもです。かぶくん、こんにちは。フランスがすごかった。夜はリアタイできなかったんで、朝に見たんですが、結果はしてたんで。 まず気になって、アダムくん見てしまいました。なんか勢いがすごくて、その後マリニくん、カキラマくん見ると、なんか物あ、あ、物、あ、物足らなくなってしまった。うん。そして、片カタセくん見たんですが、最下位と分かったんですが、彼のスケート優美で、優雅で、優良で、良いわと。うん。4回転マスターして、上位に上がってきて欲しい選手だなと思いました。え、続いて東日本ジュニア男子、なかなか波乱万丈でした。え、西野ーシ選手は回転、トリプルアクセルを決め、 ほぼノーミスで、ええ、すごい。ほんとに、ほぼノーミスで、ショートないから逆転優勝したんですね。え、嘘。え、見たい。え、ちょっとほんとに。中田君は、最初は4回転等は綺麗に決まったんですが、アクセルが2本続けて抜けて、あ、そうなんですね。後半もミスが続きに、3位は、えび原君。こちらは途中で紐、あ、くず紐ほどけてしばらくほどけたままで、つまずきかけて、紐を引きずっていたんで、 ヒヤヒヤして見てました。曲の中で結び直し、えすごいっすね。曲の中でえ、そんなことできたのそごな,な,なんとか求めました。え、そ、うえ、そ、うあの、そしてストークンですが、なかなかジャンプがはまらず、7位に、ショートで復調してきたのかなと思ってたんですが、難しいですね、というね。なるほど。ストークンまたやっちゃったんすね。いやー、なんでだろうっていう感じですね。うん。あの、 東日本選手権ね、これから見るんですけども、あの、まずね、僕ね、西日本選手権のフリー、まだ見てない選手いっぱいいるんで、配信の関係先、先にそっちを見ようと思いますね。東日本選手権波乱万丈っすね。本当に。え、でも曲、あの、紐がほどけて、曲流れたまま靴紐ほを直してる選手って、初めてじゃないですかね、あんまりいなかった気がしますよね。うん えー、千秋さんどうもです。かむくん、マイクボ様がおっしゃっていたテレ朝配信が固まってしまったのは女子ショートの時です、えー。次から次へとくる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 で全然見られませんでした。私はストレスいっぱい。うーん。あ千秋様なんですね。アーカイブで見ようと途中で見るの諦めましたよ。おそんなひどいですね。夜中の男種ショートも育っ,ったのかしらあどうしようと思いましたが、リズムダンスからは見られ,見られました。一気に集中しちゃったから。 あ、からかしら。うん。きっと、クレイムザーマだったんじゃない二日目は、ちょっと固まったときは、すぐに回線が悪いとアナウンスが出たものの、えー、有料なのに、ライブで見れないのは広すぎる。まだアーカイブがあるからいいけれど、ライブのみのザ・アイス初日の小幕の時を思い出しましたということですね。うん、残念ですね。あの、や、ってことは、地方だけじゃなくて、やっぱり全、あの、み、皆さんそういう人もいたということでしょうかね。 うん。これは、でも、せっかく有料なんだから、こういうのことは言い切れませんね。うん。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、とね、マカマカ大、大好きさんよろしくお願いいたします。えー、リボンちの4回転成功ニュースで、外国の記者はですね、リボンは4回、ロシア人以外で4回転を成功させた。 初めての選手、女子選手だと言ってるのを見たんですが、皆さん忘れてないえー、テルシンバイバー、プルシンバイバーを、うん。彼女が確か女、女子大会、国際,国際大会で、初めて4回転を成功された選手ですよね。ロシア出身だけど、えー、両親はカザフスタン出身で、えー、ロシア人,人ではないはず、うん。 あのトゥルシンバイバー4回転のサル,サルコーですよね。でもね、確かね、4回転サルコーを一番最初に決めた選手って、あの、安藤美希さん、安藤美希選手だった気がしますよ。うん。でも、世界選手権で4回転が成功っていうのはトゥルシンバイバーが初だったのかな、確かね。安藤美希さんはジュニア選手権ですよね、確かね。だから、えっ、ー、と、トゥルシンバイバーは4回転サルコーを、えっ、ー、と、世界選手権で初めて決めたんような気がしますよね。 確か。うん。で、その後、木平さんもね、決めましたけど、木平さんは全日本選手権ですよね。だから、4回転トーループを国際大会で初めて決めたのは、えー、っと、ロシアの選手だった気がしますけど、あの、ツルシン・バイバは前、バイバは確かに決めても、4回転のサルコをね、世界選手権で初めて決めた気がします、確か。うん。えー、こんにちは、ミ田です。えー、っと、 昨夜コメントしたちもれちゃん、浜田先生が何か、カメラがない場所で、うん、かまさは何か見たんですかちょ,ちょっと見ちゃったんですよね。あね、あのー、うん、<laughs> フランサイのショートやフリーは配信から見たけどわかんないな、えー、優しい風に話しかけたり、手をニギ,ニギだったり、途中手を離してなんとなく手が外れたのをおになったような感じが、それ、あ、そうじゃないですよ。それね、あの千葉さんとね、一緒にいるシーンじゃないなんですよ。うん、えー、それとも演技中に一度だけ、 田村先生はカメラに抜かれたときに、目が細まり、うーんみたいなアップが、それかしらえー、これだけのチラッと期待は、激しく指導をする姿を見たことがあるから、本当はそれが真の姿、いつも通りかなと思っていたから、微妙な優しさがわざとらしく、あざとい、ちょいちょい朝かなと、何が気になります。やはり日頃から誤り指導をされなかったり、違う可愛、可愛がりされたのかしらうん。 もう少しモネちゃんのピアノの良さが、え伸びる先生が良さそうだな。大丈夫。ますます心配になりましたよ。うん。よろしくお願いします。あのね、6分間練習終わったあたりに、ちらっと先生映ったんですよ。で、その時に、他の先生を、うん、うん、うん、あの、なんかそういうのあったんですよね。うん。そこがちょっと気になったんですよね。あの、千葉さん、そねえ、 他の先生に移った方がいいのかなっていう気がちょっとしちゃいますね。うん。羽生くんに教わるのもいいかもしれない。ですねうん。あの、羽生くんに教わってほしいな。えー、千葉さん、あ、よろしくお願いします。黄川さん、よろしくお願いします。千葉さん、怪我をしてたんですが、えー、心配、あ、久しぶり YouTube 見たら、紅茶は変わってたのかなうん。 あの有名なコーチなのが心配だ、えー。潰させない潰さないでくれ。ものすごく美しいスケート、魅力のある選手を潰さないでくれ。祈るばかりだっていうね。<laughs> うん。あ、そう。そうなんね。千葉さん。これスア、隙雨の戦いですね。隙雨のコメント、動画のコメント。うん。そう。あのね、千葉さんは浜田美恵選手に代わって、木下アカデミーのところでやってるんですよ。<laughs> うん。うーん。やっぱ東北に戻った方がいい気はしますけどね。なんか。うん。 はいありがとうございました。